日本の性教育のプレーについてどう思いますか過去特別支援学校で行われていた性教育が大きな問題になったので、えー、大きな問題だったものが学習指導療養にはないと言ってそれがきっかけで全国的に性教育に対して逆行した印象を受けますがこの事件ご存じですか知りませんでした、えー、正しい知識をつけるためには欧米では34歳から段階を踏みつつ始めるのが一般的らしいですが日本全体の意識はそこまで落ち込くには一体どのくらいかかるんでしょうかえっと多分その 小学校5年生の時で日本でやった性教育みたいなのは別に三四歳ではやってないと思うんですよね。まあ、僕も別にあの欧米のその、まあ、欧米でアメリカとヨーロッパで全然違いますけどそこの教育受けたわけではないんですけどただから別にその,あの男の子と女の子がいるよみたいな話をしてるというだけでそれはまあ,あの強いて言えば性教育なんですけどあのそういうタイプの,その子供を作るための教育っていうのを性教育をしてるわけじゃないと思うので,なんでそこら辺もなんか国とか学校とか文化とか例えばその,あの宗教宗教 によよって結構違うんですよね一応フランスはその宗教に関することやらないってことになってるんですけどでもなんだかんだ言ってそのキリスト教の文化圏だったりするかもあったりしてでじゃあそのイスラム教強いところとかによってまた違ったりするんですよね。例えばそのあのあ一応その中絶って駄目だよねっていう国だったり州だったりだとその性教育の時にその中絶というのは一切教えなかったりするんですけど日本の場合は一応そのんかあの。 望まない妊娠、子供ができたときはこうした方がいい、こうする手もありますよ、的なのを言ったりするっぽいので、それも全然国とかによって違うんじゃないかなと思います。